はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミシです。では今回は信長の野望創造戦国立志な小早川秀明で述べれ続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、まあ、引き続き徳川との戦線を維持しつつ、豊臣家が離反する形で、その豊臣家の領有していた領地の一部を接収して、大幅に戦力、特にリソース面ですね、増強を果たしたというところをお届けしてきたかなと思うんですが、今回はその続きになります。で、まずはですね、走馬隊が押し寄せてきている深市城なんですが、ここはまあおそらく撃退ができるかなと。で、かつ海津城なんですが、ここもね、もう落とせるかなというところまでは来ているので、福島正則の部隊とライレンの部隊が入ってますので、ここはもうこの後海戦に踏み切って落としにかかります。まあ、ライレンとかね、やっぱりかなり頼りになりますよね。すごく頼りになるんで、頼りにさせていただきたい、これからも。で、今包囲中になってますんで、敵の戦力をゼロにできればそのまま決着がつきますというところまでは来てますね。で、狙い撃ちができるんで場外から撃ちましょう。もう一個突破しましたね。神速の効果がまだ生きてたな。で、ライレンがいるんで、ライレンの狙撃、これも効くはず。ちょっといけるか。ゼロまで来たね。よし、じゃあこれで回線を終了して、一旦海津城を取りましょう。小室城に17,900、上田城に16,600が攻め寄せてくる。これが、徳川軍なので、一旦徳川軍に関しては和解しちゃいましょう。今連合は対結城で組んでるので、まあ、こういうこともできちゃうんですよね。で、一旦連合を解い、和解したので、一旦部隊を全部返します。その間に回復してもらいましょうという算段ですね。秀金、この辺りも一旦返した方がいいかな。一旦返しましょう。ここは持て遊ぶことになるので、その間に兵糧だけは食ってきますからね。一旦兵を返します。で、次備えなきゃいけないのが結城勢になるんですよね。そうなると小田原は攻められないので、次の目標はやっぱり飯山城になるかな。飯山城を攻めましょう。ご命令を報告します。報告します。先月の終始です。報告します。丹羽家との同盟は継続、大谷同盟も継続します、生駒も継続で、他は大丈夫だよね。確認しておきたいのは、浮田は残り1ヶ月、同盟期間が残り1ヶ月だけど、信用が20しかないのか、まずいな。そうなると工作で、まあ今から間に合うのかって話もあるけどな。秀明を出しておいて、あとはまあ贈り物も送っときましょう。表情を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。で、浮田に関しては断絶になってるのか。
浮田にはどうにもこうにも手が出ない。そうなると浮田と手切れになっちゃったか。まあしょうがないよね、こればっかりは。そうなると、他で同じようなミスが起きてないかだけは確認しておきましょう。大丈夫だよね。長宗壁はそうか、連合に入ってないからちゃんと外交しとかないとダメだね。連合に入ってればね、全く問題ないんですけどね、勝手に上がっていきますからね。連合に入っていないところに関してはしっかりしっかり忘れずに、入れておかなきゃいけないんですよね。で、浮田の今総兵力は6万5000か。毛利が早速浮田を攻めてると。なるほど、これただ遅れるわけにいかないな、こちらとしても。そうなると浮田攻めを行っておいた方がいいのかな。備中高松城、ここも毛利が攻めてるんだな、もう早くも。となると備中高松城を攻めましょう。まあ不本意ではありますけど、浮田領を平らげておけばまたそこで資金が回復するので、この辺りはいいもんね。そうなるとあんまり兵的には余裕はないのか。浮田攻めはどちらかというと毛利頼みにはなってきそうかな。最前線も結構ガラガラだもんな。しょうがないですね、出払ったばっかなのでここは諦めましょう。ただ浮田も兵に余裕はないと思うんで、交渉を始めます。報告します、報告します。先月の収支です、報告します。まあなんとか浮田勢をしっかり牽制しつつ、前線の武田安徳川攻めは、徳川への対抗はしっかり準備しておかないといけないですからね。で、忘れないうちになんですが、外交で朝廷外交は入れておきましょう。あとは忘れちゃいけないのがこの辺りのね、投資もかなり苦しいんで、台所の事情が恥ずかしい話ですが、かなり苦しいので入れておきます。で、最前線は徳川との停戦が切れるタイミングに備えてしっかりと戦力の増強を図っておきたいので、やっぱりどうしても戦力不足だな。今さっと用意できる戦力が思ったよりやっぱり少ないですよね。浮田攻めか。浮田攻め、そうすると浮田には、吉川家にはどこを攻めてもらうかだな。岡山城を攻めてもらいましょう。で、毛利は天神山かな。庭は出陣不可か。
これも無理だね。島津も無理でしょ。そうなると石田家には対徳川のために援軍は残しておきたいので、吉川と毛利で浮田を攻めてもらうしかないですね。取り囲め。出陣するぞ。寝るとするか。表情を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。承知した。毛利秀兼の部隊だけで三井市場が落とせるかって話だな。そうなってくると停戦が残り1ヶ月か。先月の収支です。報告します。徳川領に入っている部隊は一旦引き上げの必要性があるわけだな。鍋島隊はそもそも帰らせればいい。外交はしっかり決まってるのか。決まってないよね。全然決まってない。そうなるとあとは連合にも組み入れられないし、朝廷外交は大丈夫？大丈夫だね。よし。ではなんとか三井市場は落とせそうだけど、三井市の先が見えてこないな。ゴ詰めが必要だな。ゴ詰めが必要だけど、ゴ詰め決戦のための兵が足りなすぎる。我が戦お見せしましょう。出陣します。備中高松城は落とせなかったが、まあしょうがないですね。落とせなかった城に関してはしょうがない。三井市場も結局落とせずじまい？思ったより厳しいな。浮田が思ったより粘りますね。もう少しサクッと行くかなと思ったんですが、あとは徳川の出方を待つか。で、三成に国峰の攻撃をお願いしたので、その動き次第かな。で、三井市場ぐらいは取りたいよね。せっかく領土を広げるチャンスなんで。小室城に63,600、海津城に8,900。ちょっと待ってくださいね。小室城に6万か。小室城に6万って尋常な数じゃないな。小諸城に6万か。小佐船城は取りましょうね、なんとか。いや、小諸城に6万の軍勢、尋常じゃない数ですよね、6万って。小諸、そしたら一旦部隊を各方面に配置して包囲殲滅戦に移りましょう。
上田城に2万。いや、かなりの数で来るね、敵も。そうなるとまず奥平隊をこのまま挟み撃ちに回して、与助隊を包囲戦に持っていくしかもう勝ち目がないですからね。表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。かしこまりました。あとは兵はちょっと動かしづらいかな。続々と来るけれども、奥平隊を撃破できればこれを撃破して後ろに回り込みましょう。めちゃくちゃな数が入り乱れてるな。ここで決戦に及ぶのはきつすぎるんで、まあ、どう考えても家康軍の方が残念ながら武将の質量がいいので、ここはね我慢しましょう。逃げたければ逃げなさい。城が取り囲まれました。よし、長船は取ったな。長船は取ったけど、どっかの城が取り囲まれた。ここ思ったより敵の数が多いな。そしたらあぶれてる池田隊を派遣し直しますか。で、深市城からも軍を送りましょう。で、援軍の要請が効くかどうかだな。効かないね。そうなるとどうするかな。この海津城が守りきれない可能性がありますね。海津城を失うわけにはいかないんで、なんとかしたいけれども、軍勢今から送って間に合うか。駿府から秀明1万これを海津城に送って間に合うとも思えないけどね。さらに11,400、結構やっぱり家康軍は遠慮なく来ますね。さらに11,000か、上田城に。ちょっと油断したかな。もうちょっとバリバリここを決戦の場と思って軍を出しておくべきだったかもしれない。ただ今からでもまだ間に合うはずなんで、五詰めの部隊を送っていきましょう。我が領内に敵が迫っております。換気城に軍が出てくる。マジか。黒田長政が武田城に、どうしようかな。一旦兵を引くか。全部隊表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。騎乗する。騎乗しよう。みんな一旦騎乗しよう。で、そうだな、
授業で与えていっちゃいましょう。さあ問題は対徳川の最前線だな。上田城にさらに4600、いやーえげつない数来るね。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。さあそしたら引き続きというわけではないんですが、毛利と吉川には浮田攻めに兵をガシガシ出してもらいましょう。で、換気城攻めされているところは大丈夫なのかな？ちょっと確認しますね。換気城は、兵が入ってるけど、守りはなんとか守りきれそうかな。王の春草を一応戻します。でだ、肝心なのは対こっち、対こっちになっちゃいましたけど、対ここだよね。かしこまりました。与助はもう帰らせていいでしょう。数的には話にならない数なので。で、戦国隊も帰らせて、柳部隊を、そうだな、結局あとどんだけ兵が出せるかですよね。もう消耗戦なのは間違いないので。取り囲まれたけど防御が6000あるので、山内が戻れればなんとかなるね。忠興も入れれば大丈夫。承知しました。秀明も戻しますと。で、長谷川隊も入っていくので、まあなんとかなるかな。よし、目処がついてきたぞ。これでここは殲滅できるね。忠興の部隊も入って殲滅可能。稲葉正成隊が危ないけど、ここは山内隊で佐竹隊は撃破できるので、小早川隊は上田城の方に戻しましょう。戻しましょうっていうか、上田城の攻撃、防衛の方に回します。ちなみにだいぶ、うわー、しきべが死んだが、武将の数がね、不足してくるのは目に見えてるので。ちなみになんですが、徳川の総兵力が28万でかいね。で、小早川が14万、ちょうど倍ですね。で、今や石田の方がでかくなってるな。で、石田隊はちゃんと国峰を攻めてくれてるかというと、攻めてくれてる感じはないな。日和に決め込みやがったな。城の守りか。まあちょっと兵を出してあげたいけどな。3000の兵でなんとかなる。まあ、浮田がでかくなるのは今となってはもう嬉しくないですからね。前までは嬉しかったけど。結城秀康も来てるのが、小早川秀明だけだとちょっと厳しいね。ここは福島正則を上田城に派遣しつつ、さらに
ちょっと増援を出してあげないと危ないですね。増援どっから出せるかっていうと、いやーもう出せるところないぞ。ほぼほぼ出尽くしましたね。停戦までまだ時間がかかるしな。ここは城一つ二つ失う可能性がちょっとあるかもしれない。その覚悟をしておいた方がいいかもしれないな。お任せを。城が取り囲まれました。力を合わせ戦い抜くのが敵将。捕らえたり。お味方が捕獲されました。捕獲か。お味方が捕らえられました。承知しました。やるとするか。さあここに来て、いよいよ表情を始めましょう。報告しますね。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。いよいよ兵が足りないな。どこを見ても兵が足りない。全くもって足りないぞ。甲府城からは兵出せないしな。甲府城ががら空きになると甲府城に攻めてくるのは目に見えてますからね。甲府城から、甲府城にはどうしても兵を残しておきたい。となると、どんなに早くても2週間ぐらいはかかっちゃうけど、それでも出さないよりはマシだよね。なので、出しましょう。かなり厳しい台所事情、兵力事情にはなりますが、ここは兵を出さずにみすみす上田を失うぐらいだったら、まずはしっかり守りましょう。家康か。相手は家康か。お見せしましょう。強すぎんだろ家康とか言って。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。いや家康とまともにぶつかって勝てる気がしない。朝廷外交の状態はどうなってる？連合だ。連合にも入れよう。連合はどうなってるかというと、勧誘できる。誰を？長宗我部を連合に入れられるなら入れちゃおう。で、朝廷外交は？誰もやってないじゃないか。いやお米もね本当に重要ですからね。コメントでもいただいてるんですが、まあ何といってもね、米がないと出陣ができないですからね。さあ問題はこの家康だ。家康、家康をなんとか撃退しないと、家康一人のためにこの城が奪われるっていうね。小諸城に7400戻ってくんのかい。どうやって戻ってくんだよこいつら。
ただ家康の方も兵糧が尽きてる。これは家康を討ち取る好機だぞ。家康を討ち取ろうぞ。報告します、報告します。兵糧の切れた部隊など撃破できなくてどうする。いくら家康とはいえですよ。いや、いくら家康とはいえここは討ち取ろう。さすがに兵力ひねり出すところがないな。本当にない。どうなってるかというと、ただ丹波摂津方面は、あと播磨あたりはどうでしょうね。少しずつ回復の兆しが見えてきているでいいのかな。ちょっと心配なので各国の情勢を、各国の武将の情勢を見ておきましょう。救援が間に合えばいいけどね、この辺りはね。なんとか間に合ってほしいな。家康ってどんだけ粘り強いんだよ。兵糧回復してるとはいえだ、異常だろ。もうここまで来るとどうなってんだよ本当に。承知いたしました。で、朝廷外交はちゃんとしてくれてる？してくれてるね。マジで強いな。異常だろこの強さ。お任せください。家康討ち取りたいな。ここは家康をなんとか討ち取りたいけど、もうちょっとだけやらせてくださいね。30分過ぎましたが、なんとかここはね、撃破しておきたいので、長宗我部と宇喜多が先頭に入ったか。長宗我部は4万9000で、宇喜多が5万5000で、毛利、宇喜多ともに信用はあるか。そしたら、まずは要請で浮田毛利はもっともっと活躍してもらいたい。で、一旦片はつくでいいのかな。朝廷外交が次のターンで終わりますね。我が領内に敵が迫っております。小諸城にさらに1万の軍勢、いや、これ支えきれないぞ、さすがに。我が領内に敵が迫っております。上戸城に4500、これはどこ。これも
有機勢か。いやー、なかなか厳しい戦いが続きますね。はい、というところで一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思いますが、引き続きちょっと厳しい戦いが続きそうですね。まずは浮田勢をある程度毛利と、吉川に任せて、播磨摂津方面の部隊はとにかく対徳川の最前線に投入せざるを得ないですね。はい、というわけで一旦ここまでにして次回この続きをプレイしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。